丹波竜の里公園は、兵庫県丹波市山南町植え滝にある、市立の公園。篠山川沿いにある元気村か、三区下に隣接、丹波龍発見の地や、球場、区下村営場滝発電所記念館、川城公園、川城渓谷が約500メートルと近い。丹波竜の里公園は、丹波市の丹波竜の里計画に基づき、 化石発掘現場周辺整備として完成している。駐車場に隣接する形で2015年3月29日に私立の公園として開園した。近くで発掘された丹波竜の実物大モニュメントやアスレチックスライダーなどが整備されている。元気村か三毛が隣接している。丹波市は兵庫県のほぼ中央東部に位置し、 田園風景が広がる多くの自然が残る地域で2004年11月に6つの町が合併し誕生した。また、三南地域は丹波市の南部に位置し、南には、明見山、篠山川沿いの山間地の町で、上久下地区、久下地区、小川地区、和田地区の4つの地区で三南地域を形成している。丹波流の里公園は上、久下地区にあり、篠山川沿いで、 標高は146メートルある。2006年8月7日、足立清志、村上茂の漁師により、篠山川沿いで草食恐竜の化石を発見。丹波竜は体長約15メートルの国内最大級の植物食恐竜。三南町では恐竜化石の発見を契機に丹波竜化石工房、チータンの館や元気村か、 三笛などの交流拠点が整備され、川城恐竜街道と名付けられた、県道市の山産卵線周辺では、地元住民による化石を生かした多彩なイベントが行われている。丹波竜の里は、丹波竜の里公園、広田の吊り橋、展望広場、化石山上モニュメント、遊歩道で形成されている。丹波市が化石発掘現場周辺整備として駐車場とトイレを、 整備した一角に2009年7月、元気村か、三区毛が完成。市の支援事業補助金をもとに、地元住民が、間伐材の伐採等による資材と建築の労力を提供して完成。2011年3月、発掘体験施設が完成。2011年度からは、上、区下地域自治協議会組織の恐流の、里づくり協議会から独立。 企業法人元気村か、三毛を立ち上げ、野菜の販売、グッズ販売、軽食提供、化石発掘体験、現場ガイド、周辺清掃管理などを行っている。ありがとうございます。